私は日本共産党を代表して所得税法等改正案に対する質疑を行います。最初に緊急を要する震災対策についてです。先週我が党の田村智子委員長が石川県の被災地に入り、直接被災者から実情を伺いました。輪島漆器商工業協同組合の理事長さんから、ここで終わるわけにはいかない、なんとか次につなげていきたいと切実な声を聞きました。輪島塗の職人さんたちからは、被災者の生活となりわい支援のためのパッケージについて、120もの工程を持つ実情を踏まえて、住居と工房をセットで支援対象にしてほしいと要望が出されました。そして事業継続に必要な道具や原材料確保のために、その費用について新たな借り入れができない下で全額補助を求める強い声が寄せられました。輪島塗をはじめ、なりわいの再建は復興に不可欠です。政府はこれらの声に正面から答えるべきではありませんか。今多くの事業者や国民が確定申告書を作成しながら自民党の裏金事件に激怒しています。国民には1円の単位で領収書を求めながら、裏金議員が収支報告書のいい加減な訂正で済まされていいはずがありません。全容の徹底解明が必要です。同時に国税庁は厳正に調査をすべきです。所得税の脱税が疑われている自民党議員と岸田政権がインボイスによる新たな増税を国民に押し付けるのは言語道断であります。インボイス制度を考える会の緊急調査では、個人事業主やフリーランスから仕事をなくした、取引価格を下げられた、弱い者をいじめインボイスに殺される等々、悲痛な声が寄せられています。インボイス制度は直ちに中止すべきです。この30年、企業団体献金を温存し、政治資金パーティーを使った裏金にまみれた金券腐敗政治が続く下で、消費税増税が3回行われ、法人税は7回も引き下げられました。自民党の税制改正大綱でさえ、近年の累次の法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと指摘しているのに、今なお法人税減税を続けるのは、まさに金の力で税制が歪められていることを示すものではありませんか。来年度税制改正でも、戦略分野、国内生産促進税制やイノベーションボックスなど、大企業減税を一層拡充しようとしています。大企業優遇税制を正し、低所得者ほど負担が重い消費税を減税する、民主的税制改正への転換を図るべきです。答弁を求めます。経済対策の最重要課題は賃金の引き上げです。政府は賃上げ税制を拡充するとしますが、赤字の中小企業には支援は届きません。政府がやるべきは、労働者の全体の賃上げを促す実効ある施策です。そのためには中小企業への直接支援で最低賃金を一気に1500円に引き上げること、医療介護福祉に携わる労働者の給与を物価高を上回る水準に引き上げることです。これこそ政府の役割ではありませんか。岸田総理は少子化対策の財源として創設する支援金について、国民1人当たり500円弱の負担になると示しました。これまで実質的追加負担は生じさせないと繰り返してきましたが、新たな追加負担そのものではありませんか。歳出改革でも医療窓口負担や介護保険利用料の新たな負担をもたらすのではありませんか。子育て支援の財源は大軍拡と大企業減税へのばらまきをやめ、庶民の負担増なしで作るべきです。児童手当の高校生年代までの延長に合わせて、高校生年代の扶養控除を縮小するのはとんでもありません。高校の教育費負担は義務教育よりもはるかに大きく、一層の支援の拡充こそが必要です。高校授業料無償化の所得制限の撤廃に踏み切るべきです。以上、答弁を求め質問を終わります。
財務大臣鈴木俊一君。田村貴昭議員のご質問にお答えいたします。まず輪島塗の再生と復興についてお尋ねがありました。輪島塗をはじめとする伝統産業は地域の産業雇用を支えるとともに伝統文化を今に伝える重要な産業と認識しております。このため先般決定した被災者の生活となりわい支援のためのパッケージでは輪島塗などの伝統工芸の事業継続のために必要となる道具や原材料の確保を支援する補助制度を創設するなどさまざまな施策を盛り込んだところです。引き続き政府として被災された事業者の方々の声に寄り添い復旧復興に向けた取り組みを全力で推進してまいります。次に国税庁による調査とインボイス制度についてお尋ねがありました。国税庁では課税上有効な資料情報の収集分析等の調査が不断に行われており、課税上問題があると認められる場合には実地の税務調査も実施されているものと承知をしております。その上で税務調査の個別事案については税務行政の中立性を確保する観点等を踏まえ財務大臣として国税庁に指示等を行うことは従来から控えております。またインボイス制度は複数税率の下で課税の適正性を確保するために必要な仕組みであるため中止することは考えておりません。次に法人税減税と消費税についてお尋ねがありました。近年の消費税率の引き上げは社会保障の費用を公平に分かち合う観点から、また法人税率の引き下げは我が国の競争力強化等の観点からそれぞれ行われてきたものであり金の力で税制が歪められているとのご指摘は当たりません。また令和6年度税制改正における戦略分野国内生産促進税制等については持続的な賃上げにつながる企業の稼ぐ力を高めるためのものであり大企業の優遇を目的としたものではありません。なお消費税については全世代型社会保障制度を支える財源と位置づけられており、その税率を引き下げることは適当ではないと考えております。次に賃上げについてお尋ねがありました。中小企業の賃上げ実現に向けては賃上げ促進税制の強化や生産性向上に資する設備投資への支援などの施策を引き続き推進していくことが重要と考えております。また最低賃金については最低賃金審議会における議論の積み重ねにより2030年代半ばまでに全国加重平均が1500円となることを目指してまいります。さらに医療介護等の分野における賃上げについては令和6年度の報酬改定において物価高に負けない賃上げの実現に必要な報酬の改定率を決定しており、今後フォローアップの仕組みを整備するなど確実な賃上げの実現につなげてまいります。次に少子化対策の財源についてお尋ねがありました。子ども未来戦略でお示しした加速化プランを支える財源については、まずは徹底した歳出改革等で財源を確保することを原則としており、この歳出改革と賃上げによって生じる実質的な社会保険負担軽減の効果の範囲内で支援金制度を構築することにより全体として実質的な負担が生じないこととしています。また歳出改革については昨年末に閣議決定された全世代型社会保障にかかる改革工程に沿って実施をしてまいりますが、その際には負担能力に応じて公平に支え合う仕組みを構築することによる影響にも十分配慮しながら必要な保障が欠けることがないよう進めてまいります。次に扶養控除の見直しと高校授業料の無償化についてお尋ねがありました。
16歳から18歳の扶養控除の見直しについては、高校生年代が教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、児童手当と合わせて、すべての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充する方針としております。また、高等学校の授業料の無償化について、所得制限を撤廃することについては、公立高校は世帯年収約910万円まで、私立高校は世帯年収約590万円までがすでに対象となっている現状や、さらなる充実を図る場合、安定財源を確保する必要があることなどを踏まえて、慎重に検討する必要があると考えております。経済産業大臣、斉藤健君。田村議員のご質問にお答えいたします。輪島塗の再生と復興についてお尋ねがありました。先月、私自身、七尾市や輪島市等を訪問した際には、輪島塗をはじめ石川県内の伝統産業に関わる職人の皆様から直接お話を伺い、伝統工芸を途絶えさせることなく未来につなげていく、そういう強い思いに触れました。経済産業省としてこうした現場で頑張っている事業を守っていくという使命を改めて自覚し、この方々をしっかり支えていかなければならないとの気持ちを新たにいたしました。輪島塗の再生と復興に向けては、被災事業者の方々から強くご要望をいただいた、事業に不可欠な施設や設備の復旧にご活用いただけるなりわい補助金や、事業再開に必要となる道具や原材料の確保を支援する伝統的工芸品産業支援補助金、被災事業者が仮設工房として活用できる集合型仮設施設の整備支援事業など、手厚い支援を講じていきます。加えて、百貨店等での催事や展示会への出展支援を行うとともに、外務省の協力のもと、在外公館等を活用した PR 支援など、伝統工芸の素晴らしさを国内外に発信すべく取り組んでまいります。引き続き、被災された事業者の方々に寄り添って、きめ細やかに対応してまいります。厚生労働大臣、武見敬三君。田村貴昭議員のご質問にお答えいたします。賃上げについてお尋ねがありました。最低賃金については着実な引き上げを行っていくため、引き続き厚労省三者構成の最低賃金審議会で毎年の賃上げ額についてしっかりと議論をいただき、その積み重ねにより2030年代半ばまでに全国加重平均が1500円となることを目指しております。また中小企業の賃上げをしっかりと後押しするため、生産性向上支援や価格転嫁対策を進めます。なお賃金の直接補填については、企業の生産性や稼ぐ力を向上させない限り、企業収益の拡大につながらず、長期的な賃上げや事業の継続には結びつかないことから、慎重な検討が必要であると考えています。また、医療、介護等の分野については、昨年末、物価高に負けない賃上げの実現に必要な水準の報酬の改定率を決定しており、加算措置部分の報告を求めたフォローアップなど、確実な賃上げの実現につなげてまいります。以上です。国務大臣、加藤鮎子君。
ども子育て政策の財源としての支援金についてお尋ねがありました。家族化プランについては若い世代の所得を増やすとの理念との調和を図るべく、まずは徹底した歳出改革等で財源を確保することを原則としていますが、この歳出改革とまさに若い世代の所得向上策の一環として取り組む賃上げにより、実質的な社会保険負担軽減効果が生じることから、その範囲内で支援金制度を構築することで、全体として実質的な負担が生じないとしています。また、歳出改革については、昨年末に閣議決定された改革工程に基づき、将来にわたって社会保障制度を持続させる観点や、年齢に関わりなく、すべての国民がその能力に応じて負担し、支え合うことによって、それぞれの人生のステージに応じて必要な保障がバランスよく提供されることを目指す観点から取り組むこととされていると承知をしております。